まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。9番のプレイヤーは発言してください。なんかね、俺から発言来る気がしたんだよね。はい、あっとね、とりあえず俺から何も言うことはないです。普通に思ったことを、なんか皆さん話していってほしいかなと思ってて、まあそれで結構村人同士って共感しろとか、この人言ってること村っぽい、感情の吐き出し方村っぽいなって取れてくると思うので、あんま考察隠すとかって無駄な発言しないっていう人もいたりするんですけど、まあ基本的には俺はいっぱい喋ってってほしいなって思いますね。話してボイス人狼なので、そっちの方が俺やりやすいし、人狼探していけるんじゃないかなと思うので、まあね、当たり前ですけどそうしてほしいなと思います。ユーザーさんありがとう。のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。なんだろう、9番さんに思ったのは、あんまりなんだ、本当に言いたいことがない人なんだなと思った。なんか思ったこと、まあ木場さんの今の話で伝わったのは、僕の中では思ったことを話していこう、この一点のみだったから、あんまりなんか取りたい信仰とか、なんかまあこういうせ、なんか自分が怪しく見る人はどういうものなのか、こういうどういう人間探し方していくのかっていうものは、木場さんの口からも述べられてなかったなっていう印象かな。なんか結構中身がない話をダラダラしてた印象がありました。はい、ぐらいかな。僕はわりかし、なんだろう、不当な黒にしてる人と、あとなんだろう、なんか視点が合わない人、なんか白い位置と黒い位置の視点が全く合わない人を怪しく見ていこうと思います。はい、以上です。2番のプレイヤーは、9番さんと1番さんは2周目のグレー考察聞いて自分判断しようかなと思う。でも2人とも進行論言ってないんで、まあ自分進行論言うと、まあ、全伏せグレランやりたくて、もうみんなが怪しいとこ民意で釣りたい。でも釣られそうになっても役があれば開示。それでちょっとやりたいかなと思うんで、ぜひね、これちょっと乗ってほしい。もう91進行論提示したんで、もう自分の進行論ぜひやってほしい。もう嫌な理由あるなら嫌な理由を言って、まあその後怪しい位置とか言ってほしいかな。まあこれのメリットって、民意で一番怪しいとこ釣れるし、まあ、そこ役回避あればもう便乗位置釣るのが俺はいいかなと思ってます。3番のプレイヤーは発言してください、まあ、いいんじゃないですか、はい、と思いますけど、まあ率直に意見を述べると、まあ9番さんの話を借りてね、まあ912は全部俺は怪しいと思ってる。まず9番さんに関して、あの色をつけてほしい、あのまあ考察伸ばしてほしいみたいな発言したけど、9番さん自身がその中身のない発言をしていることにより、全然色が落ちないんですよね。で1番さんは9番さんに、なんかそういうマイナスイメージを持ってるのに、なんかまあって感じで、その怪しんでるけど釣るっていう視点まで落とさず、そのやったところで、2番さんは、まあ、進行分かったけど、その1級が2周目って言ったところ、全然色落ちないなと思って、9位に普通に全部釣り位置上げてもいいかなと思ってる。以上。4番のプレイヤーは発言してください。まあ自分は2番の隣の進行は人外の方がメリットがあるのかなとは思うけれども、まあこれは興味本位なんで、まあ、乗ってもいいかなとは思いました。3番さん9から2全部、自分9から3全部ですね。はい。キーワーさんに関しては、共感しろとか、感情が村っぽい、吐き出し方が村っぽいとかあるんで、思ったこと吐き出してほしいっていうのはあったんだけど、まず9番が欲しい情報って、9番が村だった場合って、怪しいじゃないのって思ったから、なんで白だけを例示したのかが違和感だったかなっていうふうに思いました。で、一番さんに関しては、なんか言いたいことがないとか中身がないって言ってたけど、俺は中身自身はあると思った。俺はその中身が若干黒いと思ったんで、あれなんですけど。で、だから変だなって思いました。中身はあったと思っている。二番さんに関しては進行だけだったから、まあ正直一番要素がないっていう話。で、三番は一番に若干不当かなって思いました。するまで行かなくてよくないって思ったんでね。以上です。5番
のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。そうですね、まあなんだ、9番さんは何だろう、言ってる、まあ何だろう、白を、なんだ、白圧迫っていうんじゃないかな、白金に関し、白置きをして白弾きして黒を探す進行を取る人なのかなという感じはしたかな。うん、まあそれを一番さんに関しては中身のないって言っていた発言をしていて、今田さんに関しては9番さん、1番さんは2周目だと言っている、三番さんは9、1、2を全部釣りをしている、などなんか結構3番さんは9、1、2の白村が見えていて、どこでも殺しに行きたいのかなという感じはしたが、そこはちょっとまだわからない。6番のプレイヤーは発言してください。率直に言いますね、まあ、この中で最初は2番さんかな。で、9番さん、1番さんに関しては2周目っていうのは2番さんの目線は一緒で、3、4、5の中で釣りたいなと思っていて、それはね、2番さんが全数ギレアンって結構陣が嫌なんだよね。となった時に3番さんが9、1、2で退避した時に2番さんの発言を汲み取れるんだったら2番さんは外してもいいんじゃないかなと思ったんだよね。なんだけど、その9、1、2、でも全部同等ではないでしょ。その中で全部一緒くたにしたのが3番さんの怪しい要素。4番さんも同じく、便乗してるからね。で、5番さんに関しては、釣り位置上げてないからね。兵頭買いたくない狼あるから、現状では、まあ、3、4、5のどこかを釣ればいいのかなと思っているかな。はい。1周目はこんな感じですね。うん。っていうのが、この流れかな。と思ってます。3、4、5の中についてです。7番のプレイヤーは発言してください。あんま白い人いないと思ってるけど、俺あんまり3番はヘイト買いすぎだと思うけどね。直近の6番さんって5番さんの言ってること全く聞いてなくて、5番って釣り位置上げてない、3番を釣り位置に上げてたけどね、多分。9、1、2の白が知ってるんじゃないか。で、それで釣りをしてるって。3番が人狼の時に9、1、2の城を見えてて、相方を含めて9、1、2に相方がいて3番が釣りをしてるだったらわかるんだけど、ヘイト買いすぎだと思うから、城が見えて釣りをしてるんだったら、5視点で3釣りをすことこそ、なんか9、1、2の評価を5番がしてるんじゃないかなって俺は思うのと、うん、直近の4番に触れないのも変。2番に対して陣返りがあるのに乗ってもいいっつ、村でそういう思考を落とすのって思うけどね。陣返りがあるんだったら叩けばいいじゃんって思うけど。6番って3番釣りたいの本当に。4号じゃない。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、個人的には6番さん結構釣りたいかなって思っちゃいました。なんか2番さんの白理由としてその提案が村として強いと思うからって言ってるんですけど、俺は4番さんと同じで強くないと正直思ってるんですよ。興味本位でどうなのかなと思って試したいと思ってる思考が多いんで、6番さんはそもそもそこが違うし、それを2番さんの白理由として挙げてるのがちょっとあれかなって思って聞いてました。3番さんは結構人狼はなさそうかなって思って聞いてました。別に順位付けはしてなかったけど、考察内容的には結構共感できたし、ヘイトばらまいて管理してないしね。そんぐらいですね。はい、9番のプレイヤーは発言してください。はい、俺は7番さんがその5番さんにね、4番さんをなんで怪しまないのっていうことを言うんだったら、俺は7番さんになんで6番さん怪しまないんですかって言いますね。はい、まあ、確かに3番はヘイト買うような行動してるかもしれないけど、5番さんの言うことも別にわかるじゃないですか。だって色落ちて3番の中で9番1番2番怪しんでんだから、それって色落ちてるじゃんって思うし、じゃあ3番が、じゃあ俺の発言色落とせって言ったけど、どういう発言すれば色落ちるんですか？俺の発言でも色落ちてるんじゃないのこれって。3番とか4番とか叩いてて。
るからさ、うん、でしかもなんか2番が1番9番に精査つけないから怪しいとか、1番が俺のこと釣りに行ったから怪しいとか、全部全部上げ足取ってるだけじゃんって思うから、なんかそこをヘイト借りて買ってそう買ってるから白いって言った、俺は7番超黒いなと思いました。あと5番さんへ向けるスポットもなんかブーメランに結局なってるよなと思うので、なんかそもそも3番5番で俺はなんか差がつかなかったんだよな。3番怪しかったし、まあ、5番さんが言ってることわかるし、別5番が人狼でもあの段階で7番の位置村で、なんか俺5番さんの人狼を補足できないと思ってて、うん、だから7番さん1本で釣りたいなと思ってます。うん、どうなんでしょうね。3番は言ってることは俺めっちゃ黒いなと思うんですけど、だから5番さんの視点には同意してて、ただ狼かって言ったらわからないですとか言うとね、3番さん白いの合ってるからなんで7番疑うのとか言ってくる人がいると思うから、3番狼っぽくないとは思ってるけど、7番さんが人狼だと思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、全伏せグレナやる上でもう絶対やっちゃいけないのが、これ役取っちゃいけないよね、はい、で確実に進むのは3番ね。3番は9から2までのヘイト全部買ってるから、3番に入れた役はないから今日3釣りでいいと思ってて、で、まあ、あのあれだからその3番4番はこの進行やるんだったらなんかこの表ぶれが怖いよね。だからなんか9から3まで全部釣りでヘイト買いすぎてか、まあ、なんか飛躍を釣る方がいいと思ってるから3釣りでいいと思ってます。はい、まあ、3番は3番、あと3番はね、1番とそれほぼ感想同じだから、まあ、9番釣りたいまで言わなかったから1が変だっていう論も変だし、はい、なので確実に素晴らしい論も変だった3番から釣るのがいいと思ってます。はい、まあ、ぐらいから、まあ、この宿やるんだったら役付けないようにしないとダメなんで、はい、まあ、だから3釣ります。僕は2番のプレイヤーは、その1番さんが言ってる通りで真っ当で、あの3番さんってそれなんか役あぶり出したいように見える。まあ自分は4番さん一本指定かな。まあなんでか説明すると、3番さんが912全部怪しいっていう発言残してて、4番さんの発言9123全部怪しい、4番さんおかしくねって、3番さんって912怪しいも指定持ってて、4番さんも912怪しいんだよな、なら3番さんって評価できると思うんだよね。4番さんも912怪しんでんでしょ。だから3番まで入れる必要がないから。だから4番さんの言ってることがおかしいんで、俺は4番さん釣りでいいと思う。現状9番が7一本でしょ。ちょっと待って。9番7一本、1が3番一本、自分4一本なんで、まあ、これ1本ずつ言った方が、現状、いいと思う。1番さんが言った理論で。なんで9が7釣り、1が3釣り、自分はさっき言った理由で、俺4番さん釣りたいかな。やっぱ、912怪しむ視点3持ってんなら、4番も912怪しんでんなら、3まで釣り位置にはならないはず。だから自分は4番さん釣りたいかな。3番のプレイヤーは発言してください。自分は4、6どっちか行きたいかなと思ってて、まあ4番さんに関してはその2番さんが拾った要素ですかね。3が、まあ、1を 殴る内容が不当って言ったけど、まかりなりも一応俺は9、1に全部怪しんでる人物だから、その殴り方が不当だからといって4が3を釣り位置に上げるっていうのは俺も不自然に思ったから、まあ4が狼だった場合って、まあ、9、1にの中に相方がいるのかなと思うけど、次6番さんなんですけど、6番さんって3が91に一括りにしたっていう発言を残したんですけど、俺一応理由はちゃんと言ったからね。9番さんに関しては色を落としてほしいっていう発言を残しながら、9番さん自身が
聞こえる？あ、どうだ、聞こえる？どっち？あるか。これどこまで聞こえるかな。あぶり出したから書いちゃダメだって。ツリーチは64どっちかで行きたいと思ってて、予想は一応言ったんだけど聞こえてなかったら申し訳ない。時点で9って感じです、ね。3強かこれ。はい。まあ一応もう一回上げると4番さんは3をツリーチで上げたところ、6番さんは3が912を一括りにしたって言ったところね。これはちゃんと理由を述べてるから一括りにはしてない。単純にそれぞれの個々の要素を上げて、釣りたいっていう発言を残してるから、これ絶対チャット1人でいいんだけど、時点で9っていう、これは時間ないんで。4番のプレイヤーは発言してください。2,3 どっちかかなって普通に思いましたね。これはなんか殴られたからとかではなく、単純に要素が不当なんですよね。俺って釣り位置に上げたんじゃなくて、まあ、全員個々に怪しい要素ってちょっとずつありますよねっていうふうに言ってるわけね。で、3番って初週段階で1番が9番に対して若干懐疑的な視点を向けてるのに、釣りとまで言えなかったから1番は釣りだっていうふうに言ってたんですよ。それって不当じゃないですかって思ったんで。じゃあそれが不当じゃなくて、俺が初週段階で言った3番って1番と視点近いのに、1番に対して釣りって言わなかったから1番自身を釣りたいっていう論点通るんですか？俺は通らないと思ったから、サムの言ってる論がおかしいと思ってるから怪しいよねって言ってるんで、全然話聞いてないし、2番に関しては、3番が91に怪しんだったら3番評価できるって言ってるけど、3番が1番に向けてる視点が俺は全然納得いかなかったから、3番を釣り位置に上げてる、まあ怪しいよねっていうふうに言ってるから、全然発言の中身を見てないなって、薄っぺらい表面上の考察しか2番はしてないなと思ったから、まあ、2番3番どっちか処刑でいいかなっていうふうに思ってます。まあここがローローだったらめちゃくちゃ楽だなっていうふうに思いました。で、あともう他に気になるところが後半位置も若干あったから触れていくんだけど、6番に関しては8番が指摘した通りなんですよね。2番が最終だっていうのが全然共感できない。まあ、少なくとも俺は興味本位で、まあ、なんか、2番の隣の進行をやろうっていうふうに言ってるわけね。まあ、実際は人外力が結構高いと思うが、俺は興味本位。これ思考回数を繰り返してデータ取っていけばいいと思うからね。だからそれが全く村予想に直結しないから、6番が2番のことを白評価するのが違和感で、7番に関しては、俺が2番に対して、そう思うんだったら2番を叩けばいいって言ってるけど、俺は少なくとも人狩りがあると思ってるけど、興味本位でって言ってるから、7番がもし村だったら話聞いてほしいなって思ったって感じです。これは2番さんもどっちか連れたのかな。5番のプレイヤーは発言してください。いやいや、もう言えるやろ。はい、お願いします。僕、現状どうだろう。誰やったっけな、俺が、なんやろ、12912の評価開始をしてきたって言った人。名前やったかな、ちょっとそこまでが、多分7番8番のどっちかやったかなと思ってるから、と思ってるから、そっちの中かと、僕は3番かなと思っているかな、うん、7番8番か3番、どっちやったか忘れた。それちょっと言ってほしいかなと思っています。うん、多分7番ぐらいやったような気がするけど、うん、ごめんなさいね、4番さんに触れなかったっていうのは正直時間がなかっただけです。だから結構読ませて割と白いかなと思っていて、うん、理由はしっかり発言言ってたし、うん、そこまで黒いと思わなかったかなと思っています。6番のプレイヤーは発言してください。5番さんはやっぱりどこ釣りたいのでね、言ってないんでしょ。で、言いますけど、5番さんって3番さんがあるかもしれない、ちょっとわからないって言って釣りをしてはなかったのよ、一周で。7番さんなんだけど、私3、4、5のどれかを釣りたいって言ってるのに、で、結論7番さんの最終位置って何ですか、どこを釣りたかったんですか。で、しかも3番釣りたいか6番さんって言った時に、5番さん、3番さん、じゃあ7番さん理論で言ったら釣りたいって言ってましたよね、7番さんの中では。だから今のところ3、5、7かなと思ってますね。5番さんが、1番ついたくて、2番目に3番さん。で、3番目に7番さんって感じかな。という中での人狼位置になってますけどね。俺、普通だと思うけどね。7番さん、もう一回言ってもらっていいですか。一周目何を私に話したんですかね。5番さんは3番さんをついたそうにして、じゃあ6番さんは3番さんついたいんですかって。私は3、4、5をついたいって言ってるんですよ。その視点を持ってるんだったら、なぜ5番釣りにならなかったのかは7番さんに問いただしたいかなと思ってるかな。8番さんに関してはよくわかんない。
はい、以上です。7番のプレイヤーは発言してください。人の話を聞いた方がよくて、5番って怪しい位置じゃないの？5番って3番釣りをしてるから、5番と3番って対軸じゃないの？6番って3番4番5番を一括りに釣りたいって5番ロジックだと思ってるけど、3ってないんじゃないの？俺みたいに5番が9番1番2番の評価意思をしてるように見えない視点が、俺はだから6番5番じゃないのって俺は言ってるから、9番の俺が6番に対して釣りをしてないっていう論は通ってないと思ってます。俺は6番でいいかなと思っていて、理由は単純で、俺今日2周目の2番の言ってることってめちゃくちゃわかるんですよね。あの一本指定で焼くって炙り出される可能性があるから一本指定で見ようよって。あの6番って3、5、7、3つ上げてるんですよね。あの3番も4番も大概だと思ったけど、2本指定してるところがね、あの俺6番は3本上げてて、焼くだったらまずそこからの票をあの失ってるし、6番って焼くじゃないですよね。だから俺は6を処刑します。俺は6投票しますかな、だと思うんですけどね。5番と3番って対軸だと思うし、5番が3番に投げかけたことって俺は通ってないと思いますよ。ガオク3番が9番1番2番の白助して叩くんですか、人狼で無理だと思いますけどね。さすがに票買いすぎだと思ってる、思ってます。で4番さんにあいつさ返すと、俺は聞いてますよ、その4番さんの話も。その上で2番に人外理があると思ってるんだったら乗ってもいいってならない、それが普通の村の思考だって俺は述べてます。それは何がおかしいのか述べてもらっていいですかって俺は思ってます。6釣りで以上。8番のプレイヤーは発言してください、今の7番さんの会社はなんか別に5番さん3番釣る理由言ってないし、別にこの進行ってライン切り、もう、あ、出ちゃったか。岸さんですね。はい。じゃあもう6でいいんじゃないと思っちゃうけど、俺は5番かなって思うけどね。やっぱり発言聞いてないし、これ出た方がいいんかな。3番釣る理由も言ってないし、やっぱり発言聞いてないと。これ狩人噛まれても次の日噛まれるやろ。別に3号とかのライン切りも、まあ、あるかなと思いますね。2番さんがその提案して、3番さんが日本とあと9番って言ったところはちょっとあれでしたね、1周目の3番さん考察聞いてよかったかなって思ったんですけど、なんか、2周目はちょっと、どっちかにも絞らなかったしって思っちゃいました。なんで出るやん、7って釣り位置じゃねえよ。話聞けなかった5番さん釣ります。はい、以上です。はい、まあまあこれで投票見て決めましょう。はい、まあでも7番さん噛まれちゃうのか、はい、投票を始めてください。違う、私じゃありません、何かの間違いです。6番のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーは発言してください。占い師です。ランダム白は1番さん、ランダム白は1番さん、把握お願いしますね。やっぱ2番さんにしてっか。なんで私に入れたんですか。俺が釣り位置って7番さんしか入ってなかったですよね。で8番さん5番さんって言ってましたよね。4番さんどこって言ってました。なんでみんな俺に入れてるんですか。終わったわ。まあ2番が待ってね、2番がいいと思ったよねって、2番が言ったのが4番釣りって言ってたんだっけ、3番だっけ。まあ23ロードはあるよね。1番さんが3番さん釣りだったところを2番が4番を釣るっていう発言をしたからこそずらしたい23ロードとかってもあるし、ああ。
5番さんが釣り位置行ってなかったから釣り位置5番だったけどね、普通に。ああ、やっぱりな。だから7番さん伏せとけよかったのよ。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を開けて信じてください。占い師はスクロやな、やっぱ。さすがに俺声来るやろ。いや、全伏せぐらいなん強いよ。4番さん、切羽詰まってた。ハリマさん、ありがとう。7番俺声しかないやろ、さすがに。朝が来ました。昨夜死んだのは一番。二番のプレイヤーは発言してください。はい、あの全裸だね。あの四番さんめっちゃ黒くて、まずこれ理論言ったけど、あのまずね、3番さんが912全員怪しい。4番さんも9123全員怪しいにはならないのね。あの3番さんが912怪しんでるなら3番さんと視点同じだから3まで釣り位置に入れたのがおかしいから、もう4番さんって役職あぶり出したいんです。で、狼って役出したいから。で、これ結論6は何なんだろうね。いやー、6の芯は切れると思うけど、あれ。奈良間さんが明らかに6、狩人で指定出て釣られて占いしようは、さすがに芯ないの分かってほしいけど、4釣ってほしいけどね。釣り、これあれやろ。乗っ取りのあれでしょ ?6。強靭なんかな。とりあえず5番さんと、5番さんが6黒で、自分の白先、8番さんが6白か。マジで、ちょっと、6番さんのシーン終えないと思う。今日4つって。あの、役潜伏でちゃんと黒打ててるからね。しかも自分4投票です。3番のプレイヤーは発言してください。6のシーンは切れると思いますよ。普通に。うん。俺も思って、だから7番さんから6指定入ってるのに、7番さん会議出て、6番さんは、まあ、危機感がないなと思ったんで。うん、まあ、俺も日清切り打ちでいいと思って、今日は4行こうと思ってますから、ね。ありがとう。普通に4、6もあるんじゃない？その場合って5が芯になるから、うん、まあ4、6、老5芯。もしくは、6が強靭だった場合、が7が、あ、じゃあ5が偽になるけど、そうなんですね。5番さんって芯か老の位置なんですよね。6番さんが強靭だった場合は、あ、じゃあ6番さんが狼だった場合って多分黒打てないと思ってるから、5番さんって。だから5番さんは新郎位置かなと思って、あ、その場合でも2を芯で置いてるから4の黒は俺視点では確定してるんですよね。で、4番さんの昨日の3投票もうほぼ死に票でしかないと思ってるから、まあ4番さんは核人外かなとは思ってたんですけど、まあ多分ね、4、6の
3釣り押し理由より俺の4、6釣り押し理由の方が多分通ってると思ってますよ、普通にね。うん、自主点は、うん、だから2か2にしか見えないなと俺は思ってるから、今日は4、俺は4行こうかなと思ってますけど、はい。4番のプレイヤーは発言してください。 TP なんで勘弁してほしいんですけど、2番釣りますね。2番視点が今日明確にバグったことを、まあ、この村は拾ってほしくて、2番って初手で8番白打ってるじゃないですか。だから8番って、6白結果打ってるのね。だから2番視点との8番が新境地なわけですよ。2番視点で8番が新だった場合っていうのは6番白打ってるんだから対抗あ強靭ってなって、その場合2番視点4黒打ってたから4号ローローの主張でしょ。2番って対抗の内訳なんだろうって言えますか普通。2番視点で8番が新、6番強靭の4号ローローでどっちも霊能使用するって本気で思ってるっていう、そういう視点を残してるから2番ってめちゃくちゃおかしいでしょ。普通に考えたら2番視点っていうのは6番狼で、8番がその6白って言ってるから8番が強靭、4番が狼、5番が新っていう視点を2番がちゃんと残せないところを一応2番の陣外予想下げておきます。一応3番さんに反証しておくと、あなたがね、初週段階で言った、じゃあ9番1番って対立軸ですよねって話は、まかり通っちゃうけど、それ。本当に。それマジで言ってたんだって思うよ、正味。マジで人外層になっちゃうからやめた方がいいと思いますね。普通に。だって、じゃあ1番って9番に対して懐疑的な視点向けてるんだから、9番1番対立軸ですよねっていう、そんな薄っぺらい指摘もされちゃうけど、そんなんダメだよ、やってて。うん。ちゃんと、ね、発言の中身を精査しなきゃダメですから。はい。ここのこういう要素がおかしかったって言ってるんです。3番って1番に対して釣りって言わなきゃいけないっていうのは不当だと。だってもう一周聞けるんだからでしょ。その不当な要素をしっかり挙げただけです。2番釣りね。以上。5番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。もういいんじゃない、もう4番さんでいいと思っています、普通に。うん、これはもう黒、自分目線も黒落ちてるんで、もう対、なんだろう、対抗はもう、対抗で狼出てくることはないと思っているから、もう普通に8番は強靭やなと思って、強靭で決めるって、まあ、2番三振でいいんじゃない?2番三振でもう4番三狼でいいと思っています。はい。じゃあ、じゃあ4番さん目線で2号ローローに追うかな、知らんけどそこを発言してないと思っていて、うん、そこがだから4番さんって6シーンになるわけやから。うわー、これ5番さんシーンなんだろうけど頑張ってくれ。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、6番が死んだら落ち度でしかないと思いますね。俺仮誘導使用して6釣りたいって言うんだから、ほぼ票が6に行くと思ってるから、俺6黒2シーン4黒じゃねえかなと思って。8番ってローだった場合って多分出ないから、2番に囲われてるわけでしょ、2番8白なわけだから。だからここで全論になるっていうのはあんま見えないですけどね。6番強靭だった場合って、6番強靭だった場合って、いや6番人狼の可能性があるからバッティングしてるんだと思うんですよね。6番強靭であれば4、5、8で多分バッティングしないから夜会話ができるわけだから、なので6番人狼で落ちてるって可能性の方が俺高いと思ってて、2進8強靭5進4ローかなと思ってますけどね。6番が3、4、5で相方含めた構図なんじゃないかなっては現状思ってます。4番行こうかなって思ってます。俺は6進の時2ローで強靭と人狼がバッティングしてる世界線はあんのか。では追えないですけどね、俺は。あんま追えないかな。
ちなみに6番の白先覚えてる人いたら教えてほしいかなと思ってます。ごめんなさい。8番のプレイヤーは発言してください。6番の白先1ですね。これほぼ勝ったと思うんですけど、6番が真なんですよね、多分。6強陣だと4号ローローでやってるっていう可能性ってほぼ低いんで、占い進路なんですよね、これ。で、2番が8白出してる時点で、4号つって8っていう思考には絶対なれないんで、もう4号つって2つって勝ちなんで、はい、4つります。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。8番だけ偽だと思ってるけど、なんか他はあんまわかんない。わかんないけど、でもとりあえず俺は2番線行っとこうかなって思っちゃう。安全にね。これ2番線と5番線人狼同士でも別に、オール責任ないしって思えるし。最終日まであるからゆっくりやっていきましょうよって俺は思っちゃうだけだから。とりあえず、2番線行ってもいいんじゃないって思うんだよね。まあ一応6番さんが5番さんのこと疑ってて、4番さんは誰だっけ？ 4 番さんは、4番さんは、2番3番疑ってて、そっか。で、6番さんは初日なんて言ったんだっけ？ 6 番さんは、初日2番だけ評価して、3番、4番、5番、の方を釣りたいって言ってたんか。まあ一応ね、俺はギリ4番6番の新進ラインも追おうかなって思うのは、まあグレスケの2択の中に狼市結果的に含めてるので、まあ一応追おうかなとは思っているだけで、まあなんかね、占い師本物っぽくても、なんか霊媒師本物っぽくなかったら微妙なんですよね。俺5番さんあんまり、5番さん本物なんかな、わかんないけど、あんま本物だとは思ってないって感じだから、とりあえず2番さん行っとこうとは思いますので、皆さんもどうでしょうか。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。4番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。村人の勝ちです。あー、よかった。2生で終わったね。負けたけどさ、絶対釣られるよあれ。いや、これが俺が言ってたのね。結局自分強靭に刺さってるから、これ普通にドン進行で出た時、強靭刺さってるから7番さんが2声 しなかったらもう抜かれちゃうから、これがまあ潜伏の強さだよね。うわ、これちょっとやらかした。強靭引けてマジテンション上がってたんだけど、え、マジかよ。いや、どうなんだろう、よう当てられんのこれ。回避してたら、なんだろう、俺と一緒に進路を作ればよかったかなって思ったんだけど、いつしよう、なんで言い込んで使用したの？そう、回避普通にして、それからでよかった。それだったら普通に俺は回避したら4釣りだったやろ。いや、これ霊能使用準備したんですよ。5番に向けるでしょ、あんなんで。そうそうそう。で、5番霊能使用してたら、俺も対抗使用して、そしたら分かんなかったね。いけたぞ、俺絶対5番殺そうと思ったもん。あ、これだって思って。いや、俺視点は6番さん、心象良かったけどね、めっちゃ。いや、6番さん、黒かったけど、俺からしたら2番白いっていう、その理由が、その進行上げたから白いって言ってて、
なんか、だから、出なかっちゃうから、結構、俺、やったことあるんだよ。考えても、3、4、5じゃなくて、1本にした方が良かったしね、5番1本でしかないと思うから、村だったら。ああ、これは、多分、まあ、あれなんだろうな、と思って、占い使用してきた。ああ、終わったって思った。これ、トマト君出なかった。どうなったんか。いや、もう、六黒分かったから、まあ、まあ、ご主人出るかな、どうか微妙だったから、俺出といたんだけど、出なかった方が良かったんかな。出なかったら出なかったら、四黒やられてるから負けたんじゃない、普通に。もう、0失点、その紙、勝ち筋が、霊の残ることしかなくて、まあ、予想外したね、一番霊のかと思ったわ。いや、大穴の5番だよね。大穴ね、大穴子。こんだったらなんか回避使用してるかなってちょっと思ったけど、強気だった。連携取れなかったわ。それに六番回避して欲しかったな俺は。四番黒見つけられた時点でもうほこれ勝ち筋法ないで。そう、2番の占い筋、もう4番でしかないからね。いやー、どうしようと思って。多分あれじゃ、6番さんが1しろって言ったの、1占わせたかったんじゃない？ 2 番さんに。いや、1番は白かった。うん。1番のね、一本指定がいいっていうのはね、その通りなんだよね。これ、役あぶり出しになっちゃうから。1本で。票数えられるからね、9が7、1本、1が3、1本、自分が4、1本で票計算できるから、自分釣られそうって察知できるから、1白かったね。あー、くそ、これ。どうしたらよかったんだろうね、6白打っても多分無理だよな。いや、無理だな。ごめんなさい。正直俺も1周目の発言で6番黒い考察してたから、白打ちは正直俺できんかったから、ごめん、本当に申し訳ない。俺の黒要素か全くわからん。あ、役あぶり出しよ。役系はできてないから。そうだから3番が9から2までやったのが役系できてないから、強じめがあるから釣り、そこに3番さんに乗っかって9、1には釣った、4番さん人狼あるから4番さん釣り、5番さんは釣り位置も2締め上げてなかったからヘイトを買いたくない狼があるから5番釣りの3、4、5釣り、どれか1周目は良かったの。1周目はね、 5番霊能だから、6番霊能出たら普通に多分勝ってたん、信用勝負勝てて、で、2番一角するけど、騎士も出てる状況だし、うん、7巻で2番殺しは終わりよ、8白やし。まあ、4番見つかったら、まあ、あれだけど、うん、まあ、どんまいって感じだね。そう、まあ、6番はね、俺、狼視点だからかもしれないけど、ずっと黒かったかな。そうだよね。5番は一応そう、3番に対して、一応怪しい目線向けてたから、7番の初週段階で、5番が、6番さん話聞いてませんよねって、まあその通りでしかないんですよ。釣り位置上げてないっていうのは不当だから。そう、釣り位置5番はちゃんと明確に3番と、あと7番、8番で、俺に言ってた方って言ってたから、7番なんだよ。2番の白リーフも俺正直分かんなかったよね。そう、俺も言ったけどちょっとあれは無理や。いや勝ちたかったこれマジで、マジ勝ちたかった。けど2釣ったところで多分4に行くんじゃない？うん、そうだよね。そうなんだよな、2番釣れたところで多分無理だな。4、8手取り合って5番いける流れないよね、多分。うん、しかも、4からで4から連絡しようだからね。そう。まあ、5釣るってことはないな。もう100ないか。まあ、でも、まあ、無理だね。無理だわ。でも、2番対抗の強靭か狼かわかんないよ。さすがに、あれじゃないですか。ん？
まあ、それよりも6の芯がなかったっていうのがあれですけど、ね、だから多分俺が芯占い師でも負けてたんじゃないかなと、村の方が多分俺村思考で、村の時の思考で1番に仮に白が刺さってた場合の話の流れで喋ってるから、多分あれそれ以外が黒かったと思うんだよね。あと CO のタイミングも新占い師だったら違うよねっていうタイミングだから、7が騎士って出た時点でもう役って出ないとダメ、役ってそもそもちゃんとね釣り押された時用にちゃんと打っとかないといけないんだよね。そうか、そう7番さんとかって8から言われたから出たんだよ。最終盤面で7番、俺が7番に言ったから7番が出たんで、そうやってちゃんと普通役なら準備するんだよ。陣外も準備しとかないといけなかったんだよ。だが俺ちゃんと霊能持ってたし、やっぱり準備しとくべきよ。これさ、一つ厄介だったのが、まず6釣られて占い師を1城で出て俺出たじゃん。で、これ4と5が出てきた時が一番厄介だったんじゃない？で、8が2と。8、2との4と5が出てきて、多分、これ4占いできんよね。あ、新ローロを作ればよかったか。そうそう、した時、多分俺レンガでいいんよね。で、4番も5番も6黒打ってさ、5釣られたら勝ちやろ、狂人と。狂人値把握せんと悪いけど、まあ、狩人と噛めるから。そっちの話だったかな、あれの髪抜くよりも。だから7巻で俺3占うから、4番出たとたん3占うから3しろ。で、あと、で、詰めましょうっつって言うしかないよね。白黒になって、グレー1本詰めれて、9番1番どっちか詰めてでもよかったね、これ。で、4号だったら、うん、俺ちゃんと5番いけ、うん、まあどうだろう。その時も新ロロ、新ロロ。だから、6、4、2で占い使用して、7番騎士噛み抜いて、5番が霊能使用ご苦労って言って、8番が、じゃあグレー詰めましょうっていう。そうそうそう。なんで、狂人と PP。まあ、4番なんか釣られちゃう負けなんだけどね。まあ、それが一応勝ち筋あったからね。その場合どこ白を主張すればいいんだろう、わかんねえ、何も考えてなかったな。どこでロックしてたんだよ。あったね、きつかったわ。これ結構分かると思う。占い師っぽかったら7、8、8、9、2ぐらいじゃなかった。うん、多分そうだと思う。うん、一応ね、全部はちゃんとやっとらないとダメだ。3番さんと6番さんは絶対役ないなと思って、投票安全だなとはずっと思ってた。そう、3番とか4番とかそれ絶対ないなと思ったから、俺は3番いいねって言ったんだよ。どう考えてもあれはないでしょ。いやだって9番さんが思ったこと言えって言うんだもん。いやそうだけど、これさ、ゆうちゃまはこれ6番が遺言で占い使用して2が出て8も出たら2声してた。あ、いや、どうだろう。8はと、8が出たらどうだろう。俺あんま8の心象良くないですからね。7つ量されてるから。ああ、2声してる。うん、2声する可能性はあると思いますけど、6は絶対ありえないと思いましたけど。なるほどね。まあけど人狼の勝ち筋もまああるっちゃあるね。うん、まあでも4黒見つけられてる時点で、で普段やっぱ狂人人狼ってこの進行って慣れてないから動きが難しいよね。新占い師と霊能者って普通に動けばいいからね、人外の方が有利にちょっと動くから難しいよね。やっぱやったことない、普段やってないから。陣内はやっぱりヘイトがちょっとずつ溜まってきたらもうすぐ使用して
もう逃げた方がいいかな。そうそうそう。もう占い紙抜くのが一番人外の勝ち筋だからね。そう、今回ね、2番紙に来たかったけどね、無理なんだよね。無理だね。グッチョ。起きるかな。絶対グッチョ。占い仕様の視点は抜けてたな。うん、でも、強人仕様、強人、霊能仕様もやったけど、まあいいかなと思って、六黒だろうし、白打って、まあとりあえず、霊能引き切ってもらったらいいかなと思って。でもまあまあ、僕の場合はあれだよね。ブラックの時でも、人狼の時でも黒子も割れるから、まあどっちもどっちかなと思うけどね。六黒打って、もうよかったかなと思ったけど。はい。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。